障害者自身の、態度っていうのは変わってるかどうかっていうのは、うん、私も聞きたいんですね。恥ずかしいこと、目立ちたくない、うん、引け目に感じていたのがそうならなくなって、うん、今はやっぱりこの10年の間での変化だったろうなと、うん、どうでしょうか。日本の人事部っていうのはその辺の責任っていうのは感じてるんですかね。間違いなく感じてますね。今はしっかりとインクルージョン、同じ空間、同じ職場でみんなで働けるようにという意識が高まり、よって特定の部門の特定の人だけがそういったことを取り組むのではなく、みんなで取り組んでいこうと。